吉田さん動画ありがとうございます。まあなんかねすごいですね、なんか編集前の動画を送っていただきましてよくわかりました。で何点かキーワードがあったんで全部やったらねまたね私の方もね50分とかね120分とかになっちゃいますんで、うん、まあまあ、 あの動画に関してはしっかりと受け止めさせていただいて、まあセルショーからいきましょうかまああれなんですよ、私が求めていたのね、あれがいいなと思う私のセンスなんですよ、うん、で、きちんとねカスタムしたのが来たんでちょっとまああれですよね、クッションアブゾーバーとかは硬いんですけども、まああれでいいんじゃないかなと思うんですよね。それからね、やっぱりこうあれですね、もうやっぱりね呆れるぐらいやってないですね人はね。でそれをやったと思ってる人たちがですね全然足りねえよみたいな、その2桁だと思ったんですけど3桁ぐらい違うんじゃないかなっていうぐらいですよ。まあ私もびっくりすることがあって、小野崎さんの瞬間風速年収1億ね言ってたんですね。私も年収1億はちょっとね前人未到だなと思うんですよ。まあ月収1000万はね何度か経験して、あこれは人間で無理な数字じゃないなと思ったんですけども、でも考えてみたら月収100万がなんかね夢のまた夢だった時代もありますからね当然ね。まあ私はマイナス月収100万から来てるんで、まあ、少なくとも手取り14万ぐらいには、うん、行くだろうというところからだったんですけども、うん、まあだからなんですかね、まあまずは何につけても量が足りないという、量が足りないんだけども、じゃあ何に人生に何使ってたのかなと思っちゃいますよね。で20歳になったら20年間、30だったら30年間同じように与えられてきて、それでやり尽くしたことがないわけなんですよ、ほとんどの人は。いや本人にしてみたらね、いやいや自分はこれをねすごくやってきたんだって言いますけども、じゃあなんだその成果とかになっちゃうわけですよね、うん、だからその趣味で一生懸命やるんだったらいいんですよ、成果を求めずにその瞬間瞬間の喜びでやるんだったら全然いいんですけども、何かねプロらしいことを語るんだったらプロらしいレベルまでやっとかないといけないんですよ、とりあえず。それが全然ないですよね、うん、まあその人どころ自分の生活費も捻出できないようなことに打ち込んできた人生ってのは何なんだかっていうふうに私はまあすごくね振り返ったことがありましたけどもね、うん、その店舗経営にしてもね、多分他の人より私はね店舗経営の数多いんですよ。まあ今はこんなこと言ってもね想像もつかないでしょうけども、それこそ20店舗もあったら1ヶ月あってもね全店舗回りきれないですよ。だからもう報告を上げさすようにしたのが私の運の尽きだったんですけどね、虚偽の報告ばかり上がってきますから、いい数字ばっかり上がってくるんですよ。順調じゃんと思ったらそんなことはなかったみたいなね、架空在庫とかね架空人員とかね、実は人員配置がしっかりしてるかと思ったらその店長が一人で切り物していたみたいなね、だからバカなスキフト上げてくんなよと思いましたけど、ね、ほんでもう手遅れになってからすいません久保さん実はみたいなね、まあ、当時部長っていうふうに言われてたんですけど、部長実はみたいな感じで、うーんバカチンだなと思う、俺入っても間に合わないじゃんみたいな感じですよねだからいざとなったら自分が入ればいいかなと思ったんですけども、入ったところでもう立て直し不能なぐらいのね知名度を浴びてましたね各店舗、うん、それもやっぱり自分の力量のなさでしょうね。いきなり10店舗とか20店舗を持つべきではなかったんですよ。まずは1店舗を固めてからそこのスタッフを強力なものにして独立をほとんど実現させた上で2店舗3店舗っていう風にすればよかったんですけどね。ですから私のね商売の実績っていうのは本当にそういう風に失敗の連続でしたね。でもなんとなく失敗も成功もせずに過ごしてきた人生よりは、まあ、失敗続きの方が身があったんじゃないかなと自己正当化するところですよね、うん、だからこれが何を言いたいかっていうと、どんなに打ちのめされても過去のあの時よりは大したことないなって思えることばかりなんですよね。だからまあカエルの面に何とやらって言いますけども、何が起きてもその程度かとかになっちゃうし、あとねちょっとひどい話なんですけども、どんな相談を受けてもその程度で相談してくんなよとかってね、本当に心の中でねバカバカしくなっちゃうことがありますよね。でもこれは何を苦痛と思うか何を負担に思うかっていうのはみんな違うんで、一生に付すもんではないかなと思うんで、やっぱり相手の気持ちになってね、あまだこのダメージに耐えられない人なんだなと、だったらそういう気持ちで受けてあげないとなっていうふうなね、多少その思いやりとか包容力はついてきたかなと思うのは、うん、まあ私も振り返ってみるとね心が広くなったなと、真人間になってきたなというところですよね。
で、まあ返す返すこの億万長者合宿のやり取りの中で思うんですけども、せっかくねあの場所で合宿の場所で参加者の皆さんを紹介しますよ、対談しますよって言った中、もうあれはだから広告の費用にしたらね、数十万から、まあ、数百万とは言わないですけどもね、あそこで商品持ってたら私は全員の商品が少なくとも一つ売れたと思うんですよ。30万とか40万の商品を持ってくる人がいたらね、あの放送で瞬間に売れるわけじゃないですよ。その後お問い合わせがあって、そして説明してお試しをして売れたみたいな、そんなルートは引けたと思うんで、続編ができたはずなんですよ。でそこまで考えて事前に商品紹介するんで持ってきてくださいよってことだったんですけども、本当にね稼ぎたいのかね稼ぎたくないのかね全くわからないですよね。だから稼ぎたいなと思うんだけども、だからあれですよ、宝くじ当たればいいなと思うけど買ったことがないみたいな、ね、バッターボックス入んないんだけどもホームラン打ちたいとかね、なので子供の遊びみたいな感じですよね。ということでいろいろと振り返って思った後はですね、ここからが初めてこの動画を見る方へのメッセージですけども、私は、ね、思いました。お金のね、お金の儲からない人の法則といいますかね、お金が儲からない人の財布の中はこうなっている、5個思いつくかな、わかんないですけども、5000を言ってみましょうか。5個思いつかないかもしれないけど、まずはね、お財布パカッと開くじゃないですか、領収書とかレシートがねがっつり詰まってますね。これが何を意味するかっていうと、領収書とかレシートって自分が何にお金を使ったかって記録なんですよ。だからレシートをもらわないっていうのはもう論外なんですけども、レシートとか領収書をこうやってね日ごとにまとめて分類していくっていう作業の中で、何にいくら使ったのかな、あこれはちょっと使いすぎだなとかね、いうふうな反省ができるわけなんですよ。でそれをしないってことはお金の意識が低いってことなんですよね。だからお金が貯まるわけないんですよ。むしろね、何に使ったか、例えばね、月間10万とか20万ですら何に使ったかをポンポンポンと言えないってことはちょっとやばいんじゃないですかね。それは10万20万の管理ができないっていうのは、それは20万以上のお金とか絶対入ってこないですよね、管理できないんで、うん、だから思えばね、何ですかね、その昭和の初期から中期の頃っていうのはお父さんが給料持って帰るじゃないですか。で奥さんが大体金銭管理して、はいお父さんお小遣いねって言ってから3万円ぐらいもらうわけでしょ。いやよくねお母さん主婦の方が20万前後の金銭管理できたなと思いますよね。そんなにねお金のこととか上手じゃないと思います。それは商学部とか出てる簿記とかができるね女性だったら別なんですけども、いやお金の使い方そんなに上手なのかなと思っちゃいますよね。いやこれはね、ある経営者の方が言ってたんですけども、その会社の経理をその社長もしてるんですけどもね、まあ毎日毎日、まあ、数十万から数百万の決済してるわけなんですよね。で自分の設定した給料がだいたい40万とか50万っていう形で役員報酬で持って帰るんですけども、それを奥さんが管理しようとしてるところで激怒したらしいんですよ。でなんで怒るんですかみたいなこと、私もね昔の考えだったんで、いやお金はお父さんが持って帰ってお母さんが管理すればいいんじゃないですかって言ったんですけども、いや俺は毎日ね会社の企業会計を何十万何百万とやってると、完全にお金のスキルは俺が上なのに、なんでね家計のことになったらな金のことが分かんない、まあ、まともに稼いだことがないお前が管理するんだって怒ったんですよって。それでおかしいですかねって言ったら、確かにそう聞いたらおかしくないなと。やっぱお金を扱えば扱うほど上手になっていく、それがマイナスだろうかプラスだろうかね、だからそういう人が扱うべきなのに、申し訳なくてもお金のスキルが低い方がお金の管理するから、それはお金たまんないですよその家はっていう風な形になってきたんですよね。まあもちろんその家計に関してはものすごくセンスがある女性の方もいらっしゃると思うんで、全部じゃないと思うんですけども、その社長の考えは確かになと思ったってことなんですよね。だからやっぱりこう数千万とか数億円とかね、数十億円の規模で会社の会計をしている代表取締役の方はものすごくお金の管理上手だと思うんですよ。まあ、それでね存続してるわけですから会社が。でも普通の人って月に100万のお金って管理できないですよやっぱり。だってさっき言ったように10万とか20万ですらよくわかんないわけですから。ちょっと話飛んじゃいましたけども、これはまた別の動画でお話ししますんでね、引用していただければと思いますけども、とにかく財布の中に領収書が溜まってるってことは、
どっちかなんですよ。どっちか。一つは何日も何日も領収書を貯めてね、何にいくら使ったかっていうのがもう完全に管理できてない状態、放置状態なんですよ。いつかまとめてやろうみたいなね、夏休みの宿題状態になってるか、一日のうちにそれだけの領収書を使うぐらいむちゃくちゃな買い物をしてるかってことなんですよ。これじゃお金が貯まるわけないなと思うんですよね。これが一つ目ね、お金が貯まらない人の、まあ何て言うんですかね、月収14万、手取り14万の人のお財布の中の特徴にしときましょうか。これは私の想像ですけどね、外れてたらすいませんで、二つ目がね、クーポンですね。クーポンとか、あの割引のカード、これをね、そうですね、2枚か3枚以上持ってる人はこれはアウトなんじゃないですか。あのキャッシュバッククーポンとかスタンプカードっていうのは、何もね、企業がお客様に得をしてもらおうと思って発行してるもんじゃないんですよ。あれはマーケティングですからね。クーポンを発行したら、実はね、10% ぐらいバックのあるクーポンを発行したら、顧客は 30% 余計に買うっていうデータがあるんですよ。これ恐ろしくないですか。1割引きにすると、割引かなかった時よりもお客さんは3割余計に買うんですよ。だから客がずっとね、損してる状態なんですよ。これ、売り場の値引き商品も一緒です。値引きをすると、実はね、必要ないものまで人は買うんですよ。買わなかったら損するっていうふうな錯覚に陥るんでしょうね。で、さっきのクーポンの話もそうですけども、ポイントを貯めるために買い物をするっていうふうな心理に陥るんですよ。だからこそクーポンを発行したり、キャッシュバックのポイントサービスをするんですよね。だからこれ、割引くことによって売上が上がらないんだったら、利益が上がらないんだったら、絶対やらないじゃないですか。だからこんな単純なことが多くの方は分かんないんで、クーポンとか割引とかはすごく大事にするんですよね。それは会社の経営やってきたものとしてはもう歴然なんですよ。お、5% 値引きだったら人は来ないけども、10% ならそこそこ来るな。20% 引きしたら、なんと売上が4割増えたって言ったら、差額2割得なわけですよね。で、さしたる戦術もなく、さしたるあのプロジェクトもなく、2割が上がるとしたら、クーポン発行とかね、なんかお客様感謝デーとかで、ね、ポイント10倍にしますよってやったら、そこに集客が起きて売上が上がって利益が貯まるわけですから、こんな簡単なことはないなと。まあですので、財布の中にクーポンとか割引の類がね、入っている人っていうのはお金が貯まってないはずです、うん。まあもちろんね、T ポイントみたいに意識せずに貯まってるやつってのはいいんですけども、なんかその紙媒体とかね、その店舗独自のなんかこうカードが発行されるようなやつを入れちゃうと、これはね、お金がたまらない人の特徴に入るかなと思います、ね。だから還元をすごく受けてるはずなのに、なんでお金がないんだろうっていう事態に陥ってるのが、手取り14万の人の財布の中身なんではないかなと思って2つ目に挙げさせていただきました。で、3つ目はね、何にしようかな。クレジットカードですか。クレジットカードが、まあ、3枚以上財布に入ってる人はダメですね。っていうのは、クレジットカードって通常1枚でいいわけですよ。で、その1枚にトラブルがあっちゃいけないから2枚目をサブで置いとくっていうのは、まあ、あり得る話なんですけども、クレジットカードが増えれば増えるほど、あのクレジットカードのあれですよね、まあ、ポイント割引とかが自動的につくやつが多いと思いますけども、それが分散するんで使いにくくなっちゃうのと、カードが増えるってことはお金を使う窓口が増えるってことなんで、管理が難しくなるんですよ。1個が管理できないのに2個3個が管理できるわけないですからね。だから結局クレジットカードが複数枚入っている人っていうのは、うん、金銭管理がダメなんじゃないかなっていう側面と、クレジットカードが多いってことはやっぱりね、使いすぎちゃいますね。使うチャンスが増えるんで、あ、今手元にお金がないから、手元にカードがないから、だから我慢するしかないなっていう状況をやっぱ作っていくことだと思うんですよ。それと似たようなやつで4点目なんですけども、キャッシュカードですよね。銀行のキャッシュカードで ATM に行ったら預金が下ろせますよみたいなのを入れてる人は、これもアウトですよね。でもそもそも、そんな持ち歩く必要なくないですかってことなんですよ。1ヶ月に使う金額を3万なら3万で決めておいて、それを現金で手元に置いておけば済む話なのに、いつでも下ろせるようにキャッシュカードがあるってことは、いつでもお金を使っちゃうってことなんですよね。これをね、私は逆ダイエットって呼んでます。ダイエットをしたい人が手元にお菓子とかね、アイスクリームとかね、食べ物を常に置いといたら、それは食べちゃいますよね。でもなければ、めんどくさいからやめとこうかって感じで食べなかったりするんですよ。まあ中にはね、夜中でも買い物に行ってファーストフードとか食べちゃう人いると思いますけども、
まあでもね、大抵は面倒くさいから行かないっていう風なバイアスが働くんですよ。手元にあるよりは手元にない方が絶対にいいと思うんですよ。それと同じでキャッシュカードも常備してなければ使うチャンスはないってことなんですよね。だからね、コンビニに ATM が設置されてるのはどういうことかってことなんですよ。金を使いやすいように世の中を作っているいわゆる企業側の戦略なんですよね。で、4点目5点目みたいですよ。じゃあ最後の5つ目いきましょうか。はあ、なんとか渡りきりましたね。5つ目は小銭じゃらじゃら財布の中って感じですよね。うん、小銭が多いってことは大体会計の時にお札を出してるんですよね、気前よく。お金持ちならいいんですよ。でも今回のテーマは手取り14万っていうことだったんで、手取り14万の人が札でいちいち買い物して小銭が財布の中にどんどん溜まっていくっていう現象は、まずは金銭管理がものすごく難しくなる。小銭っていうのは数えるのがすごくめんどくさいですからね。あとは支払うたんびに見栄を張ってなのかめんどくさいのか分かりませんけども、小銭から使っていこうという意識がないとちょっとまずいですね。どうしても会計の時間を短くしたいんだったら、それこそペイペイにすれば済む話なんですよ。今あらゆるところでペイペイが使えます。どんな田舎でもペイペイ決済やってるんですよ。それは私が経験してますからね。毎月毎月100万円前後を支払ってきた私が、ペイペイはねどこでも使えるなと思いましたね。100万円使っててペイペイがどこでも使えるっていう私の立場から言わせてもらうと、10万前後しか使わない人がペイペイが使えない人ところが多すぎるっていう発想にはならないと思うんですけどね。まあ、そういうふうなところで小銭をちょっと金銭管理の意識を高めないかなと思いますんで、今回ね、上げさせてもらいました。ということでね、なんとか無理やり思いつきましたよ。5つ、手取り14万の人の財布の中身はこうなってるだろうみたいなことを想像で申し上げました。外れてるかもしれませんけどね。じゃあ次の動画も楽しみにしております。小野沢さんじゃないや吉谷さん、いってらっしゃい。